はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、パズドラマリオやっていきます。レッツゴー。じゃあ早速ね、やっていく行こうと思うんですけど、ワールド 8-6 の隠しゴールでワールド 8-7 に行きたいと思います。パーティーはこれで行きたいと思います。レッツゴー。さあやっていこう。 8-6 で、メットトゲゾーメットで、一応このコースは4色コースで闇がないコースですね。だから闇ドロップ変換で隠しゴールに行きたいと思います。まあスキルは貯めたいんだけどね。ここまでコンボするとは思わなかった。まあ、ここはさすがに突破するよね。あ、ちょっと待って、土管めっちゃ速くない？これ無理だね。2000 years later。 よし、スキル溜まった。いや、溜まったね。じゃあこれでスキル使おうか。ダークチェンジいきます。はい、これで闇ドロップができたんだけど、確実にこれ消さないとダメだよね。これどう？よし、来たー。めっちゃ時間かかった。で、ハテナブロック、いや、その最初のところでね、スキル貯めるのが本当にきつかったね。これ縦に5個、まあ、縦に5個ちょっと並べて、なんか適当になっちゃったけど、まあ、で、あとはコンボだね。5コンボ。まあ闇はもう正直いらないっちゃいらないから、まあ、消して、まああと1コンボ。あ、で、あとね、パーティーも変えたんですよね。なんだ、あ、クッパコーラか。そのパーティーもちょっと耐久できるように、体力確か2倍だったかな。だから1万5000ぐらい、かなりいいね。そう、意外にメットがね、痛かったんだよね。2体同時で攻撃してくると。一応倒せた、ここのメットはね。まあ、あとはこれゴールするだけなんだよね、しっかりと。まあ、ヒドロップ消してないから攻撃はできないから。で、残り2ターン。ちょっとやばいね。これ、とんでもない攻撃来るんじゃないか。で、なんかスーパードロップ。あ、これはいけた？あ、いけた。で、青ガマネとメットね。さあ、これでどうだ？まあ、なんか青ガマネがちょっと硬いから、あ、メットがいいよね、最初倒すの。あ、逃げる。これうわ、逃げるか。普通に欲しかったけど、まあこんな感じいっか。ヒドロップを残しとかないと攻撃ができないからな。はい、ナイスー。で、ハテナブロック木を6個消そう。まあないから、まあこんな感じで、まず3つ消して、うわ、めっちゃ来たね。これはもうゲットコインね、50コインで。ボス戦でなんかいきなりさ、なんか海の中なんだけど、大合唱使います。で、骨の甲羅使おうか。おお、いいね。じゃあね、攻撃するか。そんなコンボはしなかったけど、さすがにやばいか、相性が悪すぎる。ホッピング使います。ホッピング、いいね。ルイージータイムだよ。
さ、どんどんコンボしてほしかったけど、まあ6コンボ、まあ全然十分だね。で、残り2ターンでしょ。 B ダンス使います。なんかめっちゃさ、ヒドロップ変換スキルしかないんだけど。本当にヒドロップ変換スキルだらけなんだけどな、このパーティー。まあ、ある意味はありがたいな、今のところ。ファイヤーチェンジ使います。え、どんだけ変換スキルあるんだ。まあ、ダークチェンジ使うか、せっかくだし。うん、まあ3つちょうどあったけど。これでいいんじゃない。闇も入れてね、攻撃として。あ、いいじゃん、10コンボ。どうだ、なんか落とすんじゃない、そのアイテム系。アイテムナイス。お、来たー。なんだこれは、グランド彗星メダル8の6コースクリア。これで、そうそう、8の7がね、いけるんだよね。じゃあね、8の7やっていきます。パーティーはね、これでいきたいと思います。さあ、隠しステージ8の7で、一応ね、地蔵マリオとピーチ姫で行くんだけど、んーで、一応4色コースね。4色コースの、まあ、闇なしダンジョン。さあどうだ、9倍でどのぐらい食らう。ケロンパ残るか。え、なんだろう、貯める。あ、ありがたい。まあ、これでいけたでしょ、さすがに。いいね、8コンボ OK で、ファイヤーブルース、うわー、先制攻撃。まあ、一応まだ 50% 以上あるから全然通用する。回復はしたいかな。まあ、いろいろとちょっとコンボ入れながらプラス回復して、で、まあ言うて相手2ターンミスだからね。まあ、ファイヤーブロスは残る。まあやっぱね、油断はできないよね、もうワールド8だから。言うてその普通のワールドの最後のワールド8だから、やっぱ相手敵がめちゃくちゃ強い、 HP も高いし。ナイス。で、紫ガマネーが2体。これ普通に嬉しいな。まあ、そんな多分コンボはできないと思う。まあ、運よく落としてくれれば嬉しいけど、落とさない。ダメけど、もう一体いるから。てか、ハート多いな。うん、オッケー。お、ハテナブロック同時に4個。なんかもう次ね、ボス戦なんだよね。コインか、50コイン。さあボス戦。いやー、だけど結構早く来れた。お、いいんじゃないこれ。あー、だけど全然上から落ちてこなかったけど、それでも大丈夫。9倍強すぎでしょこれ。さすがに9倍はチートすぎる。本当に強いな。ナイス。いや、8の7コースクリアしちゃったよ。はい、ということで、一応今回はですね、まあ、ワールド8の6の、まあ、隠しゴールか見つけて、ワールド8の7隠しステージやったんですけど、まあ、無事どっちも、まあ、クリアできたんで。いや、正直ね、8の6の最初のスキルダメがね、一番難しかったね。そこが本当に多分スキルのレベル上げないときついんじゃないかな、さすがに。うん、だからまあ2、3ぐらいね、僕レベル上げしたんだよね、2、3レベルぐらい。だから結構きつかったかな。まあ、てことで、一応じゃあ今回はここまでにしたいと思います。まあ、次回はね、8の屋敷2だったかな、
これかな？そう、これか。この8の11の隠しゴールで、ワールド8の屋敷2つ目に行けるらしくて、まあ、それは次回やりたいと思います。多分ね、普通のワールドで最後の隠しステージかな。いや、ついにか。まあ、てことで、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもよかったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイ。